松井さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。コロナワクチン今月17日にも先行接種開始か 新型コロナウイルス感染症のワクチンについて政府が今月17日にも医療従事者1万人程度を対象とした先行接種を開始する方針であることが分かりましたアメリカの製薬大手ファイザーが開発したワクチンについて厚生労働省は今月15日にも正式に薬事承認する構えで先行接種に必要なワクチンの納入の目処も立ったことから国内でも接種に踏み切るとのことです あの一部報道ではこれ、なんか銭クが運んでくるんだよとかそういうことまでですね、えー、まあだいぶ具体的になってきたなという感じですかね。みたいですね、うもうなんか着く便も決まってるとかいう話を聞きますけど、えーえー、本当にそれで翌日打てるのかっていうのは、あ<ー>うん、そうですよね、マイナス70度まで冷やして。えー 保管、そして移動もしなきゃなんないというようなあたりですよね。えー、で、俺、2回打つということになりますが、うんですね、この、やっぱね、あの、データの管理とかそういうところもまた。そうなんですよね。うん、打つだけじゃなくて、結局それをフォローしていかなければいけないですからね。何か起こった副反応が出るかどうかとかですね。うん だから、そこのシステムをどこまで作り込んでやるのか、はい、それともとにかく、まず第一が打たせたいと、おそらくね、うん、もう他の国打ってんじゃないって言って、みんなね、イライラしてるから、はい、菅さんはおそらくちょっとこれ、やっぱりこのまま政権の人気が悪くなっていかないように、早く打たせたいでしょうし、うはい、まあおそらく、もともと任用した、菅さんが任用した河野太郎さんと、そこら辺がどういう思惑なのか。 ちょっと不協和もともとまたこのコロナ対策やったのは西村さんが大臣でいてで官房長官の加藤さんももともと厚労大臣であって、ね、結構だからプレイヤー乱立な感じですかねそうですよねれそれはも,もちろん厚労大臣もいらっしゃる、まあ、田村厚労大臣もいらっしゃるし、ね、はい現職だからちょっとなんか先導ばっかり多くてですねんで泉補佐官っていうね、まあ、有名なスーパー官僚がいましてね、はい、そこのチームがある わけですよそこはチームがもともと走ってたわけですよねあ、そうなんですね、えー、だからそこと例えば河野太郎さんがまあ新しく入ってきて、はい、そのチームが まあ連動してるのか。まあ、フーンさんは無駄なことしないようにしてるらしいですけどね。レク,レクチャーなんかも一緒にやるとかね。ええ、だけど、まあちょっといろいろ大変みたいですね。あの、まあ元々がね、はい、ちょっとやっぱり出遅れてますからね。ええうん。やっぱり厚労省は日本のメーカーを本当使いたかったんでしょうね。ああ、なるほど。だからやっぱりファイザーとの関係も含めて、向こうもちょっとイライラしてるっていう噂も聞くし。ええなるほど。はい。まあそうですよね。そもそも、こう、各省庁にこう、 小段的にやるものだみたいなことも言われていますよね。冷蔵庫は経産省がこう調達とか接触するし、えー、実際運ぶのは国交省馬会になって、ねえー、ここは泉さんが得意なんじゃないかとかね。えー、そすり合わせっていうのが鑑定してるとこどこまでいや、そうなんですよ。だからそれはね、あんまり政治家がたくさん入ってもしょうがないわけですよ。あ,<ー>ある程度官僚たちのチームも所長団で作って、 それをやっぱり政治家はですね、菅さんがいて、責任の政治家、大臣がいて、はい、こう、できるだけそこのラインをはっきりしさせないと。うんだから、菅さんもね、その,そのか、政治主導って分かってられるのかどうか分かんないけど、あそこで、はい、河野さんっていう人の能力は僕は買いますけど、あそこで河野さんを追加投入するっていうのが、加藤さんもいて、田村さんもいてっていうところで、はい それがどう、よ、良かったのかどうか、まあ、よ、よかったというふうに、転んでほしいと思いますよ。うんうん、もちろん。んあの、私も河野さんよく知ってるし。はい。だけど、ちょっと心配ですね。なるほど。えー、まあ、確かに、省庁はそれぞれあるから、ここが、まあ、ある意味縦割りなのはしょうがないけど、横でまとめるのは政治家の仕事だって、政治家までが縦割りの中に組み込まれちゃったら意味がない。そうなんですよ。そのね、縦割りだけじゃなくて、縦と横がまた重複しちゃうっていうところがあって、役所の人たちはもう、<laughs> その内部での大臣クばっかり増えてね<ー>総理クがあって、幹部長官クがあって、厚生労働大臣クがあって、はい、で河野太,太郎大臣クがあって、またその省庁のちょっとスーパー官僚の泉さんみたいな人が束ねてるって、そ,そこをどうやってこう交通整理するかっていうことが。ええええ まあ、河野さんわ分かってると思いますけど、なるほどちょっと心配で、河野さんをこうあんまり早くや打てばいいっていもんではないっていう、肌って話を聞くんですよ、ええ、その後のシステムがちゃんとできてるのかと、ただその後のシステムをまた新しく作ろうとすると、はい、これはこれでまた時間かかるし、そのシステムも、まあ、厚労省がやろうとしてること、ええ、河野さんがやろうとしてること、さらには製薬会社が、いや、俺たちこういうシステム持ってんだぜみたいな うん、だけどあなただけのワクチンじゃないよねと、他のメーカーのものも出てきますよね、ねモデルナーだとか、アストラゼネカだとか、いろいろ出てくるだから、そういうことを今まで何してたのかと、あんまり言ってもしょうがないけど、うん今そんなもっと時間があったんじゃないのっていうことなんですが、どうもう全体的にはちょっと出遅れた感があって、だからまあイスラエルなんかとえらい差がついちゃってるわけですね。えーう ま、この、官僚の当たり方とか、政官関係についてというところ、後ほど7時40分過ぎの、ゾーンでも、お、詳しくまたお話しいただこうと思っております。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに、全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。 今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官、慶応義塾大学教授の松井浩二さんです。 まずは株の株と為替の動きをお伝えしておきます。4日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ332ドル26セント高い31千飛び五55ドル86セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は167.20ポイント上がって13777.74でした。一方円相場は1ドル105円50銭付近で 取引されておりますではこの時間取り上げるニュースはこちらです休業支援金大企業の非正規労働者も対象へ衆議院予算委員会は昨日2021年度予算案に関する基本的質疑を行い実質審議に入りました菅総理大臣は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休業支援金について 大企業で働く非正規労働者を対象にする方針を表明しております。休業支援金は感染拡大を受けた雇用対策の一環で、現在は中小企業の従業員向けに支給されていますが、総理は厚生労働省に検討させている、早急に具体的な対応策を取りまとめたいと述べました。 雇用調整助成金というものがありますがこれは企業が申請するものでで、えー、休業支援金の方は、えー、企業が申請しない場合などの救済措置として個人としても申請ができるシステムだというところであります、まあ、待ちばえの影響は相当厳しいものがありますもんね厳しいですねうん、えー、まあ、僕らどうしてもこうね あの近所のあの例えば食堂なんか、はい、昨日も言ってましたけど、ええええ、やっぱり昨日お客さん、私含めて2人 <laughs>、えー、2> <laughs> とかね、まあ、それはあの中小企業ですから、はい、まあそれが例えば大企業でも同じようなことは起こってますから、えー、あのこうやって拡充するっていう判断はいいことだとは思いますね、まあ、ただ、財政的なことはいろいろ心配はありますけど、えー、まあとりあえずここまで緊急事態が続いているわけですから、えー、まずやっぱりそこはあの安心感与えるっていう意味では、こういう判断をなされたのは結構なことだと思います。うん うんまあ、あの補正予算、えー、2020年度第3次補正と合わせて15か月予算とも言われます金、えー、経済対策30兆円パッケージが出てますが、まあ、その中身についてもいろいろありますけど松井さん、どうご覧になりますかいやあの中身はですね、いろいろ考えられて、あのそれなりに工夫されているし、うん、まあ言えばね、あのはい、それは、ま、あのもう財政的なことを考えずに言えば、それは、まあ、もっといくらでも突っ込めという話も。 あるんですけど、はい、まあ、あの、普通の他の国の横並びとか、日本のその今の感染状況とか見れば、あの、そこは相当財政的には頑張ってるんだと、私は思ってますね。うんねただ、皆さん、とりあえずあれだけど、これ本当に続くのかっていう不安を抱えてますよね。はい、まあこの一月はいいですよと。だけど、そこから先どうするんですかって、そんな時考えた時に、お金もらえるからって言って、まあ、店本当に閉めちゃったら、あと我々続きませんよね。 という,ようなことを言っててる、まあ、サービス業の方が多くて、はい、やっぱり僕らはちょっと心配なのは菅さんってやっぱりアトキンさんとかとお親しいじゃないですかあ,、ええ、あの方はやっぱり日本の中小企業、はい、アトキンソンさん日本の中小企業の不効率なところはねこれを温存してるのが日本の,その生産性の低さだ っていう考え方を、まあ、ブレインにしてる、ね、菅さんが、はいえー、これどこまでこういう政策を続けられるのかどこかで淘汰させなければいけないっていう発想になるのかやっぱそこら辺はねよく見えないですねでは菅さん自身が、はい、どんなビジョンを持ってられるのかが見えてこないので、はい、とりあえずこれをこういうふうに拡充されるっていうのは安心感ないんだけどその後どうしようとしてるのと構造改革ってどうやって手をつけようとしてるのっていうところがね、ええええ、やっぱりあの国会なんかでもそういうビジョンを ジョンが出てこない、まあ、とりあえずコロナ頑張りますよとはおっしゃってるんだけど、はい、じゃあこの本当に日本の中小企業政策あるいはこの非正規雇用なんかをね、うん、あのどういう風にしていこうとしてされてるのかっていうのはどっかでやっぱりちゃんと語ってほしいしやっぱり野党もですねん割とそのリベラルと言われてる人たちが、はい、やっぱりもっと緊急事態だからと言って。 規制を、に対して、こう、積極的で、いや、本当にそれでいいのっていう勢力があんまり見当たらなかったりするもんですから、ちょっとどうも国会論戦も、もう一つ、その対立しか見えない。 というところはありますね確かに、その特措法の改正であったりとかの議論というのも、何かこう、罰則を少し緩めるっていうところばかりうかうバナナのたたき売りみたいなね、うん。バナナの叩き売り。まあ、っ言ったら悪いけど、<え>まあ,あれは国体政治ですよ、まさに。うん、俺たちはこれでやったぞって言って、もう,<え>もう最初から出来試合いでね。もう与党が高めの球投げて、<え>それに対して野党がここまで下げたんですっていう余地を残しておくそう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 、新たな55年体制って言っても、あのリスナーの方、分からないかもしれないけど、もうその、うん 戦後のね、1955年に、あの、多くのリスナーの方は生まれておられない時にできた自民党と社会党が結託するっていうね。で、国会は乱闘してるように見せかけて、全部落としどころを決めながら、え暴れてるという、そういう時代があったんですね。落としどころは議論によって決まるんじゃなくて、もともともっともっと前の国会始まる前から決まってたみたい。そうですね。あとはまあ、昔よくやってたのは両帝政治でね。はい。あの、自民党の国対委員長と社会党の国対委員長は実は通過で。はい。 一緒に北朝鮮行っちゃうとかねうんそういう時代がそんな遠い遠くない昔にあったんですよね金丸包丁団ってやつですねそういうのはどうかっていうことで90 1990年代にいろんな政治改革が行われて、はい、もっとその政権政党を競い合うようなものを作ろうといって でやってきたこの30年が、なんか昔に戻ってるような感じがしますね <laughs> あ。なんか急激にそれが、時間が巻き戻ったような感じがありますよね。そうですね、だからやっぱり、今のこう森山さんとか安住さんっていう国会長は、はい、まあそれぞれできる人ですよ、なかなかね。だそれにこぎつけるんだから手腕はあるんだよ、あるんだけど、やり方が古いっていうふうには思いますね。だから国会がもう一つ、面白くない。だから、党首討論でやらないでしょ 全く出てこない。<く>はい。<ー>確かに。で、入れ替わり立ち替えで、こう、追求していくっていう。はい、それで、総理大臣を拘束して追求して、なんかボロが出るような形でやってんだけど、だけど、実はもう出口は決まってるっていはい。 でここら辺で落としてところっていう、まあ、今の時代はね、料、ま、亭、あ、でなんとかかんとかやったりとか、そういうことはされてないんだと思いますけど、なんか手法を少し時代を巻き戻ったような、時計の針がずいぶん巻き戻っちゃったよなっていう感じがしますねんなんというか、試験の制限やるんだったら、じゃあ有事平時の切り分けだとかっていうような、ううきちっとした議論になるんだろうなと思っていたら、すごくぐずぐずになった感が第一、むしろ野党の方がね、緊急事態宣言早く出せと。はい 野党もですねもう世論調査の数字を見ながら、うん、ここで自民党ついたら少し我々が人気取れるんじゃないかみたいなことでやってるから、うんはい、そもそも国家の役割ってどういうことなんだって。どういう 時にその例えば営業の自由個人のね今そうじゃないですか夜飲みに行こうと思っても飲みに行けないっていうそういう自由を制限するのはどうあるべきかどういう時にどういう条件でやるべきかみたいな議論がなくてどうもこっちのほう言った方が受けるんじゃないかっていうような議論がなされてるんでちょっと国民もねでその結果何が起こってるかというと国民は皆さん我慢してるからそうそうなんか特権階級の連中だけ我慢してないんじゃないかとかあ無症状でも入院できんじゃないかこの遠鎖の声 が起こってきて、えー、で、若干その行動監視社会みたいになっていてね、あの、赤坂の議員宿舎の前にはメディアの人たちがたくさんいてね、あの、夜9時ぐらいにその議員さんが議員宿舎に帰ってくると、はい、今までどこで何してたんですかって、えー <laughs> 聞かれるそうなんですよ <laughs> いやー、あのー、なんか学生寮のですね、<laughs> そ,うそうそう、そう門限じゃないんだけど、それを疑わせるような、まあそのね、銀座でああいうやってたりとかいうのがあるからなんでしょうけど、うんはい、ただ、はい、そういうのがいいのかどうかですよね。 さあそしてもう一つ用意していたニュースはあー森喜朗東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長の昨日の会見で、えー、あります、えー、まずはその思いを一部お聞きい,いただきますオリンピック・パラリンピックの精神に反する不適切な表現であったと、このように認識をいたしております、まず深く反省をしております、そして、えー、発言をいたしました件につきましては、撤回をしたい。 この発言というのが JOC 日本オリンピック委員会の評議会の中で、まあ、女性がたくさん入っていると理事会が時間がかかるというような発言があったというところであります。もうね、あのネットなどでその発言の全文も上がっていたりなんかもしますが、えー、森さん83歳。 いいらっしゃまあ83歳というのはね別にだからといって私はその老害とかいうつもりはないんですだけど今回の発言はですね私も全部見ましたっていうのは時々こういうの切り取りがされるからそういうことがあってはいけないかなと見ましたけどやっぱりちょっとよくないですよね。まあ女性だから長いっていうふうにこうやっぱり結論かてるて。なんていうのかなあのそれこそ近所の人たちが居酒屋談議で。 言うならともかく、はい、ああいうその公式の場で、ですねそれをわりとはっきりおっしゃっていて、はい、じゃあ男性はどうなのかとか、それじゃあ空気読んで黙ってる人がいいのかとか。 やっぱりその会議への参加の仕方という意味では別に男女問わずその空気読めない人をこう、えー、あいつは空気読めないやつだっていうのと同じように女性は空気は読めないと、うん、であの人たちが言うともうあの話が長くなるみたいな言い方を精差でこうくくるっていうのはやっぱりよくないし、はい、あのまあ実はでも森さんの発言ってねあの例の神の国の発言とかもちゃんと全体聞くとね割とその,あのそんなにひどい発言ばっかりじゃないよっていう、うん ことを僕らがずっと許してきたというところもあって、き、うん、のうのそもそものやめ,やめると言われるならやめようっていう発言を取ったのは、うんあの、毎日新聞の記者ですけどね。あれはいい記事でしたよね、ええ、続いて、教えてニュースキーワードです。ミャンマー情勢 ミャンマーのアウン・サン・スー・チー氏が率いる与党国民民主連盟 NLD の最高幹部の大半が国軍に依然拘束されていることが4日分かりました拘束されているのはスー・チー氏や大統領だったウィン・ミン氏ら16人から17人で解放に向け国際的な支援を訴えているということです お一昨日外務省の前を通りかかった、えー、あのミャンマーの方々で、日本に住んでらっしゃる方が、えーえー、大規模なデモをやってらっしゃってというね、かなりね、これ、驚いたたニュースでしたけどもいや,やっぱりさ、ね、うこういうことが起こるんですね、うまあ、もう僕らが若い時から暴走されてた。はい 方ですから、<ー>まあ、どうなってんのかと思いますし、やっぱりその日本政府としては毅然と対応してほしいと思いますよね。うん、思いますが、まあ、あの、なんていうのかな、その人権主義だけ で見るんではなくて、はい、あの、本当にアウンサン・スチさんがどういう政治をやっていたのか、ロヒンギアの問題とかも逆に拘束、はい、を喜ぶ人もいるわけでええあの、やっぱり多面的な視点を忘れずに、まあ、しかしやっぱりここで今起こっていること自体はこれはもうとんでもない問題ですから、それは毅然と日本政府は対応してほしい。 だけどそのおいろんなた多様な見方を持って、はい、も物事は接した方がいいとは思いますかつてね、そのスージーさんが拘束されてた、かつての軍政下、まあ、西側各国制裁してる中で、日本はある意味、いろんな道を模索して、援助をやったりだとかっていうのは、一部、パイプはきちっと残しておいたっていう知恵がありました、ね、えそうなんですねで、あの頃駐在してた人たちは、それはやっぱり日本政府の限界だといえば限界なんですが、まあ、あ<ー>国軍に対するシンパシーを持ってる人も結構いました。 だからあの、よくいろんな情報を取ってです、ね、判断した方がいいと思いますし、はい、あのなんかあの単にアウン・サン・スー・チさんはヒーローで、はい、それを弾圧している人が100%悪いのか、どういう問題があったのかって、よく多面的に検証しつつ、しかし今回起こってることは、まあ、言語道断話の話は事実ですから、それはしっかりと対応して、まあ、特にアメリカ側とです、ねはい、強調しながら対応するとは、まあ、それと中国はまた別の見方をして動いてるとは思いますから、そこら辺もちゃんと情報を ってねまあ、それこそろ来週のこう三宅、えー、大先輩なんかは、そこら辺情報、すべてお持ちですから、おえやっぱりあのちょっとふ、うん、あのこの番組では深みのある話を追求してほしいと、<laughs> 僕は素人ですから、コメントできませんけどね,ね、えー、来週金曜日に三宅さん登場となりますで先ほどちょっとあの言いかけてしまったところもありましたが、毎日新聞の夕刊で、森さんの去就についてっていうか、これ、単独でだと思うんですけれども、コメント取ってきてるんですよ。 まあそれはね鈴木琢磨さんっていうすごい記者なんですよ、この人はね、えっと、読売新聞の渡辺恒夫さんが、はい、あの主筆がですねうちに鈴木琢磨みたいなのおらんのかと言ったっていうね、<ー>劇を飛ばしたというぐらいの人で、まあ、ちょっと今のメディアではこういう人いないですよね。でここまで喋らせて、はい えー、女房からこう言われてんだ、娘からこう言われてんだ、うん、みたいな話まで含めて、自由をほ,ほのめかすようなあのことを取ってきたっていうのは、 僕はね、鈴木琢磨という人の、うんこう、森吉郎さんに対するものすごい愛情を感じましたね。<ー>で、それはもう僕らの世代の、ある種、それは、鈴木琢磨さんとはすごい記者なんだけど、はい、ある種、この森吉郎さんに対するシンパシー。ええ。ええ、まあ、それがこう、思い切った、この何段抜きですか、この記事ね。そう,う、ね、すごい記事でしょ。ええ、だからさ、これ早朝に、あの、電話取材かなんかしてんだと思うんですけど、それはおそらく電話で森さんも取る。 関係なんですよねこれは要するに、まあ、この人は政治部じゃないから、いわゆるバンキと政治家の関係ではないけど、どこのメディアと政治家がここまでこう、ある種一体化して、ここ,こまでの発言を引き出して、おそらく鈴木さんは、森さんのためにはこういうふうに言 これがある意味では森さんを、うん、この関係が森さんを甘やかしてるかもしれないあ<ー>あの。要するにぶった切る人がいない。と<ー>いうかやっぱりね、人情政治家なんですよ。なるほどだから僕らの仲間のね、民主党の鈴木寛っていう議員が落選した時に彼に声をかけて大変だったな。はい、要するに菅直人さんにいじめられたわけですね。うす大変だったなって。あんたの能力分かってるから自民党政権で 手伝ってくれって言って、彼をあ<ー>あの大臣補佐官とかに起用するっていうのは、全部実は森さんの仕掛けなんですよ。なるほど。で、そういうことができる人でもあるわけだから、この人がすごく老害で全部悪いかっていうと、うん、そうじゃない、うんうん、やっぱり、<や>あのただ、いい面もあるから、ここまで活躍されてるんですよね、いま、うんうん、だにね。確かに、集団事務みたいじゃないですか、ここまでバッシングだとっていうようなメールも来てたりなんかします、ねはい、ただね、やっぱり言ったことは全部見ましたけど、うんうん、やっぱりちょっと今回はね、 よくないと思いますね、うんえー、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ政治家と官僚のあり方を考える 安倍前政権と比較すると、現在の菅政権は総理のトップダウンの度合いが強いという見方もありますが、えー、今朝この時間は、民主党政権で内閣官房副長官も務められました松井浩二さんに政治家と官僚のあり方についてお話を伺います。 ま、7時頭のね、ワクチンの云々のニュースの中でも少し触りがありましたが、その政治家と官僚のあり方であったりとか、政策の決め方というところ、あの、 月間正論の3月号、今売りのものですけれども、ここで厚労官僚だった千尚康弘さんとの対談、ブラック霞が関改革待ったなしという,う記事も出ておりますが、相当これ、働く身としては厳しさが増しているんですね、いやーそうですねあの彼と話をして、もともとこの対談の前から存じ上げてるんですが、ええへへあの こう聞いてみるともう僕らの時代とは全然違う,こう悲惨な状況、うん、あの残業時間僕らの方が長いですよ僕らの時代の方が今の方が少なくなってますよだけど、うん、その働く中身が、ねうん、違う、まあ、僕らはやっぱり結構楽しくどこまで仕事なのかどこまで趣味なのかみたいな議論もしてたし夜中までね、うん、あのバカ話を含めて、うん、夜中2時3時にこんな話してていいのかなというような議論をしてた けれども、はいあの、今の人たちはすごくいあのなんか押し付けられた割と雑用 毎晩遅くまでさせられているっていう感じ、うん、自分で仕事してるっていう感じじゃなくなってるのが気の毒な感じがしますねうんやっぱりそれは、政治の側からの要求が高いとか、そういうことがあるあそうでしょうね、あの半分ぐらいは政治の責任じゃないですか、うもうあと半分は世の中からのいろんな苦情がたくさんあって、特に厚労省みたいなあ<ー>あの役所はそうですよね、国民生活そのものだから、はい、その行政分野がね、医療でも介護でも年金でも、えー、まあそこへの苦情 みたいなものにどう答えるかということに暴走されていて、じゃあ、その政策の仕組み自体をどう変えていくのか、どうしたら世の中のためになるような制度を作れるのか、過去、例えば介護保険を導入するような人たちっていうのは、はい、そういうことを考えて、それが仕事であったし、<ー>喜びだったわけですね、夜中まで働いても、自分たちは新しい時代の日本の社会保障を作っていくんだっていう、そうじゃなくて、今、それのほころびが、ここが破れてるじゃないか、ここが水が持ってるじゃないかということを、とにかく追求されて、それを 防御するのが仕事っていう感じになってしまってますよね。や、ちょっとかわいそうですね。<ー>えー、その、やっぱ、われわがこうやって法律のこの文言を変えると、こうなるんだっていう。こう、源流から、こう、海までっていうところが。やっぱ、もう、そういうことを見る。そうですね。そ,すそれを見渡して、はい、でも、ここ変えないと。 その今おっしゃったようなね、えーえー、本当に国民生活とか実際の介護の現場でこんなことになってる、これをなんとかするためにはこの制度のこの文言を変えて、ここの解釈を変えて、お金もちょっとかかるけど、それは財政当局と交渉してっていう、えーえー、そうは大変な仕事なんだけど、それが今おっしゃったように見えてるわけ。 と思うんです今はこ,う、うん、ここでこんな問題が起こってるどうすんだどうすんだって追求されてとにかくそれを防戦一方で自分たちでできることは限られてんだけどとにかくお前前出て答えろっていうふうに言われてて、うん、その資料を作れみたいなこと言われてるので、うんえー、ちょっと本末転倒になってんじゃないかな彼をあそこまで働かせるんなら、はい、もうちょっと違う働かせ方をした方があの人々の生活のために役に立つしそれはそうするとね、うん 人間元気で、出るんですよ。俺、これのためやってんだっていうのはね。はい。まあ、ある意味の働きがいみたいなところですかね。えー、要するに、あの、一生懸命、ね、例えば居酒屋でもね、お客さん喜んでくれてる、はい、その、うん、その喜びのために、まあちょっと大変だけど、うん、美味しいもの作って、サービスよくしてっていう、その笑顔が見えればいいんだけど、うん、そこの笑顔が全く見えない、何んだめに働いてんだって、国会議員に怒られるために働いてるのかみたいなことになってると、うん、もう、同じ、あの、残業時間でも、人間が、 壊れていくんですよね。で、その壊しているっていう自覚が政治家にないのが僕はもうすごい腹が立つわけですよ。<ー>お前らこうやってこい,こいつらの情熱を壊してんだ、潰してんだぞっていう。うう正義のために戦っているような顔をして自分たちの当選のためにというのがもう私でもうすごい腹が立ってる。実は与党議員だって、はいはい、あのもうちょっと守ってやれよと。あうん、なんでこいつら全面立たしてんだよ。 うん参考人とかね、政府答弁の形で、矢本に立たされてるっていうところありますかまあ、あれだけじゃなくてね、えー、あの野党合同ヒアリングいもうちょっと仕切ってやんなさいよ、んあんたらが、政治家対政治家でっていう。質問取りなんかに行ったりとか、あるいはレクに行っても、こう、議員から怒鳴られて、ボコボコにされて帰ってくるみたいな。い ところも多いしやっぱりね、一部メディアもね、はいあの、そうやって役人を血祭りに上げてるので、やっぱり留任下げる人も,人もいるんですよね、それはやっぱりみんな、生活でしんどいから、うんそ,そ,うそういうところ見て、少しはすっとしたい。 っていう人たちもいるから、はいえー、そういう映像を出したくなるっていう人たちの気持ちが分からなくもないんだけど、やっぱりちょっとそ,それが過ぎてるようには思いますね。ま、えー、っとうに働かせた方がいいですよ。んみんなの財産なんだから、役も。えーえー、みんなの税金で雇って。 人間ので彼らはもともとそういうことのために仕事をしたいと、船長さんなんか、まさにそうですよ、<ー>そうやって,て NPO の人たちとか、あるいは患者さんとかと話を聞きながら、どうやって世の中をよくするかということを一生懸命やりたい、うん、だけど今、それができないと言って、彼はそれを訴えて、なんとかそれをこう歯車を、あの間違ってかかってしまった歯車をこう是正するというために、彼は自分の人生を通してやめて、や、はい、めるなって言ったんだけど、相談を受けたときにです、ね、やめずにあなたみたいな人は残ってやった方がいいって。 いややっぱり。 後輩たちのためにはやめてそれを訴えたいっていう人なんでね顔はいかついけど心優しい人ですよ。ちょっとね顔見せられないは確かに昔プロレスラーでいらっしゃった藤原さんみたいな藤原組長っていうふうにあの方は言われてらっしゃいましたがほ心優しい思い男ですよ。でやっぱその危機感みたいなものが身長から「ブラック霞ヶ崎」っていうまさに本が出てますけれどもこれ確かに取材 なんかで僕も限られた数ではありますけど官僚の方々と話をすると皆さん、すごく情熱的だし危機感も持っているしっていうの世の中よくしたいと思っているんだけどこの働き方のことを議論すると政治が変わんないとだめなんですよ、僕らだけじゃっていうのは常に言う方はいらしますあと、やっぱりねボーラらーの時代と違ってここでも書いてますけど僕、はい、ーラーの時代はねあの例えばあのみんな役人の奥さんって、うん、あの専業主婦の人が後手も多かったですよ。はい だからみんな土曜日曜も、ええ、あのおじゃあ日曜日は、まあ、ちょっと君らも疲れてるだからあの昼1時集合とか言われ <laughs> そういう時代だったけど、うん、今それだとね、はい、社会が持ちませんとそのみんな家事も分担してる育児も分担しててそうそうブラック家庭になっちゃうからだからそういうことも含めて、はい、先輩たちの時代と違うんだけどま,まだそれ分かってない先輩も多いし政治家も多いのでといって。 あの社会の在り方が変わってる、自分たちもそれを主導してるんだから、それに合わせた働き方を考えていきましょうよってことは彼は言っていて、それはもう僕らも考えないかんし、国会の在り方とか、国会で全部、本来政治家同士がやる話を、全部質問票を作って、参考資料まで全部作って、毎朝それを大臣レクをしてっていう、知らないけど、とにかくそれを読めば、形として答えてる形になるっていうような。 こういう国会のやり方してる国は、私が知る限り、外国でないですよ。んこんな国には。どれだけの泣きながら毎、毎朝、ま朝まで、大臣の答弁資料を作ってるから、サラトイとか言われるようなうん追加想定問答とか、はい、参考資料とか、全部、えー、それ一枚紙にまとめろとか言って、全部作り直して。えー、だから、こう、そういうことに労力使うんだったら、もっと本当に、 あの現場で苦しんでいる人たちの,の声に耳を傾けるで、じゃあどうしたら世の中良くなるのかっていうことに、あの役人の労力を使った方がいいと思います政治家のト答料を作るために役人になったわけじゃないはずですよでそれが深夜までかかるっていうのも、まあ、一応、質問中告2日前までってなってるけれども、完全にそれが形骸化して,しまてるでし、まあうクリアカットにここを買えれば全部買うていうのはないと思うんですけれども、これも一つの大きなネックにはなってますだから知ら知ないこよね。 大臣に一夜漬けで答えさせるという連続のそういういゲームをやるんじゃなくて、はい、僕は逆に言うと役人が課長クラスが夜5時から7時限定で何でも質問言ってくださいとへへ専門的なことをあなたがその代わり勉強してきてください全部答えるからってそれら彼らは答弁資料なんかなくて答えられるわけだから、はいね、彼らを場合によってはもう大臣なんかいなくてもいいから専門的な議論をさせるってこともさせた方がいいしで大臣と野党の政治家は。 やっぱりもっと討論してほしいですよ、うん、お互いが、町長々発信の、はい、それが日本をモデルとするイギリスの議会なんですよでもっとこう射程の長い話というか、戦略に関わるような話とか、そう,そ,うね、そういうところですよねでなんか対案出せとか言うけど、イギリスの議論なんか見てると、で、お前らの時何やったんだみたいな話を必ず今の政府の人が聞くわけです、今の総理大臣とか今の大臣が、<ー>でだけど、あんた方の政権の時こうだったよね、それどういうの、うん というふうに言われると、こっち側も責めるだけじゃなくて、いや、そうじゃなくて、俺たちの方がこういうことがあったんだ俺たちだったらこういうふうにやってるよっていう議論になって、うそういう議論をしなければ、対案も出てこないということで、実は今から20年前に、はい、今、野党の元締めの一人である小沢一郎先生なんかも含めて、えー、日本の国会変えましょうっていうふうに決めたのに、うん、その時の目玉である党首討論なんか、全くやらないでしょ、そうですね。その、ねうん、の代わり総理の側も与党の の側も質問ができるよっていうだからお互い細かいことでそのなんかあの合いしておるみたいなことをやってたら笑われるよとそんなことやってたらだって対正戦でしょって大正と大正が合併をぶつかり合うんでその横綱相撲もするんでしょってその時にあんたねなんかあのねそういうことは見たけどなんかいきなり猫魂とかなんかいきなりひじりとかねそういうことをしたら笑われる だから堂々と議論しなさいよっていう、そういう国会にしていけば官僚の負担も減るし、じゃあ、官僚の細部の部分は、本当に専門的な勉強した人間が、もう一番実務家の役人と、もうガチでやったらいいですよ、それを。そういうことを僕はやるべきだと思っていて、そうするとね、国会の様相も国民に見える姿も全部変わるんですよね。で、そういう専門的な議論をじゃあ、課長レベルとやろうってなったら、野党の側、あるいは政党ごとに、ある意味、バックとなるシンクタンク だったりとかそういうこともいるってことねそうそうそう自分の情報ソースを持たなきゃダメなんですよ今みたいに逆に役人に質問作ってみたいなことを言ってたら、うん、話にならないわけですよ、はい、でもそれやりたいね。与党の議員もいるんです実は だけど、それは今は、全部事前に、与党事前、事前審査とかね、党本部とか議員会館で話聞いて、全部そこで決着した上のものが、あの、国会に出てくるから、国会でまともな議論できないんですよ。与党議員からすると、そこで俺たち一生懸命議論してるのに、どうして分かってくれないんだすそうそうそう。だって、そんな見せてないじゃん、国民に。ええ、ええ、見せなさいよ、恥ずかしい議論じゃないんだから。うん。いや、中には俺のとこにこれをくれたか、いうこと言う人いますよ。はい。だけど、そういう議論してる与党議員ばかりじゃないんですよ。 きちんと政策の議論してる人もいるんだけどあんたら見せてないじゃないっいだ7人の侍って言ってるのは結局7人の侍の、はい、あの侍の7人組はですね百姓、えー、と,と共に戦ってるんですよ百姓はその単に7人の,その統治者だけをです、ね、見て文句つけてるわけじゃなくて一緒に戦ってるんですよねで一緒に悩みを議論してるっていうだから そのコミュニケーションが政治と官僚も、あるいは国民に、その自分たちがどうやって議論して悩んでるのかということを見せてないから、国民は単に評論家になっちゃうわけですよ。えー、あれが足りない、えー、これが足りないって、はい、巻き込んでないわけですよね。えー、ま,まさにそのあたり、中央公論に七人の侍に学ぶ公務員人事制度改革論と。 こういう気候もされていらっしゃいます。えー、この時間、政治家と官僚のありがた、官関係というところをじっくりお話しいただきました。以上、スクープアップでした。